こんにちは、筋肉料理人です。今日は、鶏肉のあのせせりですね。せせりというと鶏のあの首のところの肉、焼き鳥屋さんで、せせりの焼き鳥大好きという方は多いと思います。で、それをですね、自宅で美味しく作る方法を紹介させていただきます。焼き鳥といえば、もちろんビールなんですけど、今日はビールも合わせますが、こちらのワインも合わせたいと思います。ラベルがかっこいい、サントリーさんから出てるダークホースビッグレッドブレンドっていうワインです。で、赤ワインなんですけど、肉料理にがっつり合いますんで、せせりの焼き鳥と合わせたらきっと、美味しく食べて美味しく飲めると思います。では、それでは早速、焼き鳥から作っていきます。まずは、せせりの下処理からいきます。せせりはですね、こんな感じで細長い肉ですね。首の肉なんで、どうしてもですね、首の骨の軟骨ですかね、軟骨がついていることが多いというか、ほとんどついてます。で、触るとですね、触ると骨があると分かるので、その骨をですね、切り取っておきます。で、これを切り取らないと、食べるときにですね、この骨が当たってなんじゃこりゃみたいな感じになりますんで、全然美味しくなくなりますんで、必ずこの骨をですね、もうこれだけです。ちょっと面倒なんですけど、骨を切り取ってから料理してください。軟骨を取ったら5センチぐらいの長さに切ります。もう大体でいいです。切ってボウルに入れておきます。切ったら味付けをします。日本酒です。日本酒におろしニンニクを少し混ぜます。おろしニンニクを混ぜて、これを、肉に揉み込みます。そうするとニンニクのですね、ほんのりとしたニンニクの風味が入って、美味しくなると思います。下処理したせせりに塩を振ります。せせりの重量の 1% 弱です。 0.8% とか、0.9% ぐらいでいいと思います。そしてもう一つ、旨味調味料です。これを振りかけます。塩の量の半分ぐらいです。旨味調味料ってこう味の素ですね。これを振りかけるともう間違いなく美味しくなります。そして先ほどの、ニンニクを溶かした、日本酒です。これをかけます。で、かけて、揉みます。揉んで揉み込んでおきます。で、こうやって揉んでいると、日本酒の水分をですね、肉が吸ってきます。そうすると塩味とかさっきの旨味調味料が、肉に浸透して、薄味だけど旨味のある味になります。竹串で刺します。竹串は、15センチのものを使います。100円ショップとかスーパーで売ってます。今から刺していきます。せせりの身は細長いので、刺すときにはこの端っこの方をまず刺しますね。そしたら身を曲げてまた刺すと、そしてまた曲げて刺すと、こんな感じで縫うような感じで刺していきます。端っこを刺して、身を折り曲げてまた刺して、そしてまた身を折り曲げて刺して、そしてまた折り曲げて刺すと、こんな感じですね。で、端っこの方のですね、ちょっと例えば細長くなっているところとか、そういうところは巻きつけるようにしてもいいです。こんな感じですね。刺したら焼きます。
今日はオーブントースターでオーブントレーにアルミホイルをかぶせます。そして、端っこを立てて壁のようにします。そして、焼いた時にですね、油が下にこぼれないようにします。で、乗せます。アルミホイルは魚焼き用を使うとくっつかないのでいいと思います。乗せたら焼いていきますが、このままだとこの持ち手の部分が焦げるので上にアルミホイルをかぶせておきます。こうやってかぶせておくと、持ち手が焦げません。オーブントースターは2、3分余熱しておきます。そして、熱くなったところで焼きます。250度 C にセットして15分焼いてます。オーブントースターの種類によって焼け具合が違うので、焼け方を確認しながらですね、焼いてください。焼き上がりました。これで熱は通ってます。熱は通ってますが、オーブントースターだとやっぱりどうしても、焼き色がしっかりつかない場合があります。そういう時には、もしもあればですが、料理用のバーナーで焼き目をつけるといいです。で、アルミホイルの上で、焼くと、アルミホイルが燃えちゃうので、バットの上に移してから焼くといいです。金属製のバットに乗せてバーナーで炙って軽く焼き目をつけます。この軽く焼き目をつけるだけで随分風味が変わります。九州の焼き鳥屋さんだと、キャベツがつきますが、今日はちょっとブロッコリーでいきます。そして九州の焼き鳥の食べ方は、お皿の上に一味唐辛子を、焼き鳥を一味唐辛子につけていただきます。せせりの焼き鳥の完成です。せせりの焼き鳥完成しました。それでは、試食してみたいと思います。こちらではですね、この一味唐辛子ですね、一味唐辛子を皿に出して、それに、ちょっとつけていただきます。せせりの実のプリプリした食感ですね。それと旨味がすごいです。せせりは鶏の首の肉なので、鶏ってですね、いつも首を動かしてますよね。だから運動する部位だから歯ごたえがいいんですよね。そして筋肉が締まってるから旨味がありますよね。で、なおかつ油が乗ってるんで、その油の旨味もあるんですよ。そして今日は塩味を入れて、そして旨味調味料ですね、であれを揉み込みました。それやっぱりですね、その効果ですよね。それで旨味が、幾層倍にもなってるって感じです。塩分はそれほど強くないんですけど、強い旨味があるから、塩分を強くしなくても美味しいです。やっぱりこれを食べたらもう次はビールです。めっちゃビールがいけます。そして今日はサントリーさんからいただいたダークホースビッグレッドブレンドですね。赤ワイン、結構濃いめの赤ワインで飲みやすいです。濃いめの赤ワインなんですけど、渋さと酸味が控えめで適度な甘さがあります。ワインで焼き鳥もすごく美味しいです。コロナ禍で、家飲みが増えてると思います。で、自宅で美味しい焼き鳥を作ってビールを飲んで、そしてその後にまた、ワインで楽しむ、これもいいかと思います。せせりの焼き鳥おすすめです。